みなさんこんにちは、キューテレビの増田みのりです。6月が終わり7月になりました。7月の一大イベントといえばこちら、七夕です。インスタグラムでも定番、七夕の投稿は155万件、七夕飾りの投稿は12万件。皆さんたくさん七夕の写真を投稿しています。今回は私も7月7日に向けて七夕の写真を撮影したいと思います。それではやっていきます。今や一大ムーブメント、大流行のインスタ映え、見栄えのいい素敵な写真を求めて、駆け出しインスタグラマー増田みのりが今時の映えをお届けします。今回は7月7日七夕をテーマに、映える1枚をゲットします。七夕の写真、準備したのがこちら、笹。本当は本物の笹を使いたくて、いろんなところを探したんですけど見つからなかったので、100円ショップで買ってきました。七夕といえば短冊、30枚入り100円、12色入ってます。何色にしようかな。そして折り紙、こちらは七夕飾りに使います。そして今回準備している時に面白いものを見つけました。こちらです。これ何だと思いますか？正解は笹用組み立てポールでした。こんなものあるんですね。助かります。それではこの笹に飾り付ける前に1枚撮りたい写真があるので、その撮影をしたいと思います。なんか七夕の願い事書く前ってちょっとなんかワクワクしませんか？なのでその前の写真を撮りたいなって思います。ペンを持ちながら書く瞬間をイメージして撮影、思い通りの一枚になるでしょうか？撮れました。こちらです。七夕の日、何をお願いするかワクワクしながら考える、そんな一瞬をイメージした一枚です。これで準備が整いました。それでは飾っていきます。さあ何書きましょうかね。まずは短冊。果たして何と書いたのでしょうか？はい、やっぱこれでしょう。続いては七夕飾り、まずは編み飾りを作ります。
折り紙を2回折って長方形に。続いてハサミで端まで切り込みを入れていきます。切り落とさないように注意。続いて上下を逆さにして先ほどの切り込みの間にハサミで切り込みを入れていきます。最後に優しく広げて左右に引っ張れば、はい、ポンってつまんでポンってつまんでいいよ。網飾り完成です。続いての七夕飾りはとあみ。折り紙を3回折って三角形に。続いて端から交互にハサミで切り込みを入れていきます。切り落とさないように注意。はい、最後に優しく広げて中心部分を持ち上げれば、とあみの完成です。ということで短冊の準備ができました。今回はバイルゲッターに今まで出たことのあるスタッフにも協力してもらって書いてもらいました。それでは軽くご紹介したいと思います。まずは私の願い事、こちら。コロナが早く収束しますように。そしてもう一枚、こちら。ディズニーランドとシーに行きたいです。コロナが早く収束しないと私はディズニーには行けないということで、こちら2つ書きました。続いてスギちゃんの短冊をご紹介します。こちらです。徳島インディゴソックスから NPB ドラフト会議で指名されますようにということなんですけど、これ実は裏面で、本面はこちらです。こちら、いいご縁がありますようにスギちゃんということです。スギちゃんにとってはこの両方とも大切なんですよね。はい。続いてはペット界でお世話になった山本さんの短冊です。こちら、ペット発掘したいが大人気コーナーになりますように。山本さんらしい真面目なお願い事です。実はもう一つ切実な願いが彼女にはあるみたいです。はい、こちらです。家のベランダにヤモリやジーが出なくなりますように。これはぜひかなってほしい。大変やもんね。うん。私も願っております。続いてけん玉のけん太郎お兄さんに書いてもらいました。こちら、蚊に10回以上刺されないように。4回はもう刺された。
はあ、頑張ってください。うまく避けてください。最後はカメラマンのお願い事、こちら。お金欲しいです。宝くじでもいいよ。これもいいです。はい。ということで、こちらの笹にさっき作った飾りと一緒に短冊を飾っていきたいと思います。じゃあカメラマンの経営のやつからいこう。できました。できました。じゃあカメラマン持ってください。はい、な、撮ります。いろんな人の願いが乗った七夕飾り、撮れ高はいかに。撮れました。こちらです。材料はすべて100円、ですがしっかり七夕らしい一枚に。撮るのは難しかったですけど、みんなの願いが叶ったらいいなと思います。ということで、今回は七夕をテーマに撮影しました。ミッションコンプリート。今回のバイルゲッターは七夕をテーマに撮影しました。短冊を作るのは久しぶりだったんですけど、とても楽しく作れました。今回は本物の笹を見つけることができなかったので、100円ショップのものを使って作ったんですけど、思ったよりいい感じに完成しました。皆さん、もし笹が見つからなかったら100円ショップのもので作ってみてください。今回の写真もインスタグラムにアップするので、ぜひご覧ください。それでは次回のパイルゲッターもお楽しみに。